結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに涙を天空のライアーに落とそう。前とは全く違う感じがする。 I realize that I forgot to put the game in English, so I will put it in English just afterwards. Do not worry, guys, okay? 風元素、活発になってきたね。これならもありがとう。それで、どこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。うーん、演奏に向いてるところは。星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ団長。あ、すまない、つい。Okay. よし、揃ったな。よし。ここ、景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあ、そろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近モンドは様々な問題を背負いすぎた。だがまさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。Il a pas peur. He's not scared that we will push him. だったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな竜よ、そいつはそなたを捨てた。
ことを騙しに来た。バルバトス。憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う。この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン。や、オケキド。バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。Is it too loud now or is it okay?僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でも、その名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ引けそうか？それか、竜の涙でまた直せそうか？こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。Valin is in a lot of danger。 いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を招集して追跡を。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ？あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。モンドではやってはならないことがあるとな。おお、It's our brother. What is he doing there?殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。 Our brother is a bad guy? Seriously? Seriously?アビス教団、人類を目の敵にする怪物たち。地下の情報網でも奴らの情報は滅多につかめない。少し面倒だったが、なんとか手がかりを手に入れた。もう手がかりをつかめたのかい？さすが顔の広いディルックだね。そういえばさ、風神バルバトス様はなんで人間の力を借りてるんだ？どう説明したらいいかな。人々の言う七神、その本質は俗世の七七星と言うべきなんだ。俗世を七つに分け、それぞれが治める。それが僕たち神としての責務。神の責務を果たすことで神の力を蓄える。だ、君たちが王のいない自由な城を作ればいい。バルバトス様の理念を私たちはちゃんと覚えている。神団長ってば信仰深い。単に誰かさんが自由すぎて仕事をサボっていただけとか考えないんだ。コホン。とにかくこんなに長くモンドに戻ってなかった僕のことだ。今の僕は紛れもなく七神の中でも最弱だよ。 Guess that's why you got to the City of Freedom. そんなに褒めないでよ。こ
こんな風神様がいるとは、いいんだか悪いんだか。七国と七神の話はさておき、まずは人類共通の敵について話そう。今回調べたアビスの魔術師の痕跡はワイナリーのすぐ近くにあった。そいつを取り逃してはいけない。 Let's hunt it down. OK。 こいつはどうだ。これはアビスの魔術師を倒した後、何かエネルギーが散らばった。このエネルギーは僕とトワリンのつながりを根絶させるためのものみたいだ。君は風流、Nope. そう。でもジン団長とディルックなら知ってると思うんだ。今のトワリンはその廃墟を巣にしている。モンドの周りを封鎖する暴風のように、廃墟の入り口にも特殊な障壁があるんだ。でも今アビスの魔術師から散ったエネルギーを使うことで、魔力の織りなす韻律を僕は読み取ることができる。その韻律はヒルチャールの合唱より耳障りだけど、それでも暴風の障壁を突破して風流廃墟の内部に行くには十分だ。つまりトワリンに正面から挑むのか。僕は異論ないが、戦いを回避したいと言っているのはジンだ。いや、選択肢がない以上私がその責任を背負う。もしトワリンの討伐が唯一の救いの道であるなら、私が。大丈夫、まだその段階までは行ってないよ。うん、ウェンティ殿、それはつまり天空のライアーは切り札じゃないってことさ。本当の切り札は旅人だよ。旅人が？ Is it because I purified the teardrop crystal? そうだよ。 Okay. でも君はもっと貴重な能力を持っているんだ。涙の結晶にあった不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、金融野郎、それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに食われるぞ。This battle, it's going to take everything everyone's got. Okay. 私も共に行くぞ、栄誉騎士。敵はアビスの怪物トリュー。威圧感がすごそうだな。人間にだって人間の本気がある。さあ、行こう。よし、英雄の試練もいよいよ決戦のショーだ。もしこれに巻き込まれたら怪我じゃ済まないぞ。僕に任せて。今は普通のライアーしかないけど、これくらいの風の障壁なら天空を使うまでもないって。ん？何あれ。いや、敵襲だ。全員戦闘準備。演奏の前にまずはお掃除からだね。普通こういう雑用は詩人がやることじゃないんだけど。しかしどういうことだ。風流廃墟の周りにヒルチャールの砂がなかったはずだ。ヒルチャール、普通は元素濃度の高いエリアでしか活動しないんだけど、ここにいたら体への負担が大きいはずなのに。アビス教団が裏で手を回したんだろう。しかし僕たちがここに来ることに確証はなかったはずだ。僕たちの行動を阻止するため、おそらく教団はあちこちに兵を投下している。じゃ早速。今回の観客は風だけだし、
弦を弾くスピードを早めてもいいよね。ここからが本当の風流廃墟だ。みんな気をつけてくれ。オッケー。行き止まりだな。あー、オッケー。寒い。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。これ以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。こういった封印は僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵に。散らばった全てのパーツを元に戻せば同行の儀式を完了できるだろう。見たところ同行の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。Guys, I did something. ちょっとビリビリさせないとね。Thank you, Kido. 装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ同行装置を探さないと全ての封印は解除できないということか。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部、この塔を中心に分布しているはずだ。探そう。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前。OK。光の輪のうち2つが地面になった。あと1つで塔の上に行くための封印を解除できるな。Okay. So now, what will happen? できた。ついにあの場所を探索できるな。この全てが終わったら今日の出来事を歌にしようと思う。 Well, we certainly have gone through quite a lot recently. うん、きっとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。Rest assured, I'm also completely prepared. そういえばリルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。
What about Venti? 自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？エンバーあの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ベンティでは旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。ラストタイム。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。 OK 見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒地だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。距離を取った。でも彼の考えは読めてるから、もう少し我慢して。そのマダンから純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから、君がちゃんと見極めてね。
これでトワリンと対等に戦える。世界一の詩人も加勢するからね。What? でも一つだけ言っておく。トワリンの牙の爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。Like now? Really, I did it? I did it? Really? Not trolling, right?守れと命令しなかった。君にアビスの言いなりになってほしくなかった。
でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。 One day later。 あんたたち、やっと栄誉騎士の凱旋だね。 OK。 こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきて、あんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。All thanks to Yuri Ferrol。今回の件が無事片付いたのは、あんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも、偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。Glad you held them off。 うん、でもなんだかおかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あ、ごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。あ、そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。 Have a good night, kiddo. Thank you very much for coming and for your help as well. Thank you very, very much. Really. 鹿狩りで待ってて。ここの片付けが終わったらすぐ行くから。Okay. I think I will stop the live here, guys.So thank you very very much for coming. Je vous remercie d'avoir été là. Si jamais je mets cette vidéo sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu pour me dire que ça vous plaît, pour aussi soutenir mon contenu et ce que je fais. Voilà, ça m'aide beaucoup, donc merci si vous le faites. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et merci beaucoup d'être venu. Gros bisous. Bisous tout le monde.